第1回ギリギリ高校生が3日断食したらどれくらい痩せるのか。はいどうも行動です。今回は、今までとはちょっと違ったちょっと大型企画的なのをやってみようと思って今撮ってます。顔出ししてないのは、すいません。それで今回の企画なんですけども、僕は、今年、高校3年生になりました。なんでこの企画をしようと思ったかというと、自分のね、うちの親が、父親が単身赴任で、今お母さんの方が仕事で1週間ぐらいいないんですよね。そこでまあ兄弟とかもいないんで、本当にもう一人で自炊だったりしなきゃいけないんですよ。自炊するのもちょっと面倒くさいし、買いに行くのもお金かかるんで、とりあえずちょっと自分はね、ちょっと結構お腹にね肉があるんですよ。それをちょっと今回は、まあ、ダイエットはいつでもできるんですよ。正直ランニングしたり、まあ筋トレとかね、いろいろな方法あるんですけど、でもそれはいつでもできるんです。で今回は親がいない時にできるダイエットといったら、そう、断食です。はい、いや狂ってるように思うんですけど、とりあえずねちょっと好奇心が勝ってしまいましたね。はい、とりあえず今日はね、今だいたい4時ぐらいなんですけど、今1日目ですかね、1日目の4時で、とりあえず朝と昼は食べてないですね、本当に。そして、まあ、夜もおそらく食べないでしょうまあ3日なんでね。で期間は、まあ、今日から始めて、まあ、今日明日明後日、まあそれまでですかね。はい、だいたいそれくらいの期間をやろうと思ってます。で本当は体重とかそういうのを測りたいんですけど、体重計がねちょっとぶっ壊れてて取れないんで、とりあえず体のなんだろう、外装っていうか外見みたいな、そういうのでちょっと区別したいと思います。あとは実際ね、その健康的な高校生が実際ね断食したらどんな影響があるのか、そういう体に起こった変化みたいなのも、まあお伝えできればなと思ってます。いやまあね、もう毎日自粛とかそういうので、もう本当に家にいることが本当に多いんですよ。それでやっぱ家にいるって何するかっていうと、まあゲーム、勉強、 YouTube、あと食べる、寝るとかなんですよ。正直外にも出ないし、運動もしないし、いや本当にねゴミみたいな生活を送ってるんで、一回ここで自分にねけじめをつけようと思ってます。まあ動画の入りはこんな感じですね。はい、まあ自分にちょっとね変化を求めようと思って、休み明けにね鈍った自分を見せないように、とりあえず今日から3日頑張っていこうと思います。あ、それと一つだけ言うのと言うのは、飲み物ですね。お茶だけは、お茶とか水、そういうカロリーのないものだけは飲みます。ジュースとかは飲みません。まあ本当にもうお茶だけ飲みます。お茶だけ、はい、ここで断言しました。お茶だけ飲みます。ではまず初日の、僕の、体ですね、ちょっとそれを一回取りに行きましょう。はい、今の体はこんな感じですね。お腹はそれなりに出ていて、胸の方も、まあ、ちょっとなんか出ちゃってる感じなんですよね。まあ肥満体ではないんですけど、正直運動部をやっていた自分としてはまあ良くはない体なんですよね。はい、というわけで大体はこんな感じです。はいどうも行動です。とりあえず、1日目ですか、1日目が終わって、今2日目の朝の10時ですね。とりあえず朝の食事は寝起きなんで、そんな食欲ないんで、まあ普通に抜くことは大丈夫そうですね。まあなんでこれから昼夜、それから明日一日中頑張るって感じですね。1日目を終えて自分のまあ変化っていうか、いろんなことを話そうと思うんですけど、とりあえずね昨日の夜ね、まああの撮影後ですね、まあ夜もうすごいお腹減ったんですよ。勉強しつつ、そうですね、過ごしてて、まあねちょっとお腹減ってたんですけど、ちょっとお茶しか飲まないって言ったんですけど、ちょっとねこの炭酸水を飲みましたね。このさすがにまあカロリーとかないんで、顔を膨らませるみたいな用途でちょっと飲みましたね。まあそれで夜は普通に1時前ぐらいに寝て、で今朝迎えたって感じですね。で体の変化っていうか、体の変化はなんかあれなんですよね、関係あるか分かんないんですけど、ちょっ
っぽくなりましたねなんか寒気とか鼻水とかが出てくるっていう、昨日までそんなことなかったのに。まあという感じですね。とりあえずこれはまあ1日目は抜くことはね、別にそこまですごいことじゃないんでとりあえず1日目はこんな感じです。まあね、今日の夜とか明日の朝あたりになればまた変わってくると思うんで、その都度動画撮りたいと思います。はい、というわけで今2日目の夜ですね。で、時間がめっちゃ見づらいで、今8時15分なんですよね。めっちゃ見づらいっす。はい、今8時15分で、だいたいもう普段だったら夜ご飯ね食べてる時間なんで、とりあえずもう乗り切ったって感じですね。はい、とりあえず今2日の夜6食ぐらい経過したんですけど、そうですね、なんかもう食欲が湧かないくなってしまいましたね今日昼に、まあ、うちのおじいちゃんが家に来て、まあ、カップラーメンを食べてたんですけど、いやもう匂いを嗅いでもなんか食欲が湧かないっていうか、もうちょっとこのままじゃまずいんじゃないかなってちょっと思い始めてきてます。はい、で今は空腹紛れの生茶と数学の勉強をしてます。はい、で今お風呂にも入ったんですけど、ちょっとねそこでちょっと思わぬ変化が、もう髪を洗ってるんですよ、髪を。そして、まあ、パッて、まあ、手を見たんですよ。したら約ね、もう数えたんですけど23本の髪の毛が抜けてましたねまあ自分髪めっちゃ多いんで、朝とか起きて枕とか見ると結構抜けてることはあるんですけど、いやまさかね風呂場であそこまで抜けたのは初めてなんで、これはもう自宅にいるストレスなのか、もしくは食べないことによるなんか免疫じゃないですけど、そういうのの低下で髪の方が弱ってしまったのか分かんないんですけど、とりあえず結構危機を感じてしまいました。はい、というとこんな感じですね。とりあえず明日は朝は普通に起きて、だいたい午後から夜にかけて、まあ、バイトなんですよね。でいつもバイトの前は食事しないっていうのと、帰ってきても結構疲れて食欲湧かないっていうのがいつも通りなんで、明日意外と余裕でいけるんじゃないですかね。とりあえず明日の朝もしくは夜にもう一回動画撮ります。はい、というわけでおやすみなさい。はい、どうもコードです。はい、3日目の朝でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いつも上半身しか映ってない、全然変わり映えのしない映像なんで、ちょっとマスクだけしてちょっと顔の半分までは映るようにしました。はい、あんま関係ないですね。でなんですけど、3日目の朝といっても10時ですよ。10時寝起きで、今まあ朝も昼もまあ食べてないんですけど、まあ寝起きなんで、ね、全然食欲が湧かないんですよ。でこのあと数時間後にまあバイトあるんで、とりあえずバイト行くんですけど、まあそれまでも多分ね、まあ、お茶飲めばいけるかなみたいな全然あれですね、今のところは問題なしでございます。なんか意外と楽だねなんか、うん、朝はやっぱご飯食べなくても全然感じないんで、今夕方あたりがちょっと一番きついんで、まあ残りの何時間か頑張っていきたいと思います。期限は今日の夜までです。それでは。はい、とりあえず1回ですね、まあ、約3日間、断食生活を達成することができました。でですよ、まあやっぱり気になるのはやっぱ体ですよね。3日間のこの変化のまあね、体に出てないと正直このね辛さは意味なくなってしまうんで、とりあえずね早速体を見ていただきましょう。じゃどうぞ。はい、3日間終わって、それで早速体を見ていきましょう。いや、あんま変わってねあんま変わってなくないですか。ちょっと写真も貼るんですけど、いや、どうだお腹は
まあ出てるわけじゃなくて胸もあんなに変わったの。はい。いやあんま変わってねえな。いや毎日確かに風呂だったり着替えの時に確かに体は見るけどあんま変わってなくねえか。いや確かにもともとすげえ体でかいわけじゃないからそんなにまあ変化を求めるのは難しいんですけど、なんか腹筋が浮き出るとかいうのとかもうあんま なくないっすか。いや自分だけなのかな。ちょっととりあえず皆さんの意見もコメントとかで聞かせてほしいです。はい。でなんですけど、まあ3日ですね。3日やって体の変化ですよ。とりあえず朝とかはもう寝起きとかで食欲がなくて意外といけて、昼もまあ遅く起きればその足でいけるんですよ。で問題はね、夕方から夜にかけてなんですけど、ちょっとねもう自分との戦いとかもうお茶でごまかすぐらい本当にねそういう生活でしたね。で特にまあ1日目に体調崩して2日目ぐらいになんか髪が抜けたみたいなのがいたんですけど、まあそれくらいでしたね。あとはもうバイト普通に行って、で今帰って風呂入って動画撮ってる感じなんで、そうですね、とりあえずは大丈夫そうですね。はい、というわけで以上が、行動チャンネルの、まあ、第1回もう大型企画ですね、終わりたいと思います。今もうね、もう最後のもう最後の食事、最後の食事じゃねえや、最後の晩餐じゃねえや、今まあ3日ぶりの食事はねちょっとまあ家に誰もいないんで自分でまあご飯炊いて、まあなんかレトルトのものでも食べようかなと思うんですけど、はい、こんな感じですね。はい、久しぶりのご飯を今から食べたいと思います。というわけで、動画を最後まで見ていただきありがとうございました。いやまあ本当はね顔出したり体重とかをもっと細かい数値で見れたら分かりやすかったんですけど、いやそれはすいません、まあ、初めてのまあこういう感じの動画ってことで許してください。じゃあ終わりますか。でこの動画が良かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。はい、ではまた次回の動画も何か出すんで見てください。ではさようなら。